初めてドイツらしい食事をさせていただいて、ドイツにしっかりお別れしてきました。乗り継ぎでロンドンへのチケットを手に入れたので少し観光してきました。ちなみにロンドンは大道芸の聖地らしいんですけど、約1年間に及ぶオーディションを勝ち抜いた人たちだけがメインストリートで披露できる資格を得られるらしく、今回はおとなしく観光だけしてきました。まあ、ずっと観光させる側だったのでこういうのもありですね。というわけで今回の旅を振り返っていきたいと思います。31歳にして初めて信号無視を覚えたフランス、イタリアは学校を改装したパンチのある宿だったり、鉄道が全部止まってたりといろいろ大変でしたが、最終的には最高の撮れ高をいただきました。あとドイツは物乞いの世界にも上下関係があるんだなということを勉強させていただきました。今回ほとんど誰にも言わずに来てしまったんですけど、メッセージやコメントで勇気づけてくれた方々本当にありがとうございました。YouTube やそれを見てくれる方がいなかったら、そもそも今回のようなパッショネイトな旅は実現しなかったと思います。というわけで最後までご登場誠にありがとうございました。またのご利用お待ちしております。さようなら。